ゲハフィールドアットアローヘッドスタジアムはアメリカ合衆国ミズーリ州カンザスシティにあるスタジアム NFL カンザスシティチーフスのホームスタジアムである2021年3月5日ゲハが命名権を取得したチーフスはミュニシパルスタジアムを本拠地にしていたが老朽化が進んでいたため新球場建設計画が立ち上がった 当初は野球とアメリカンフットボールの兼用のドーム球場を予定していたが、この計画はデザインがなかなか定まらず、建設費用や中央人員の面でも懸念があったため、住民投票で認可されていたにもかかわらず後に破棄された。こうした経緯のため、野球場とアメフト用スタジアムを別々に建設することになった。1972年にアローヘッドスタジアムが 翌73年には、ロイヤルズ・スタジアムが完成。地元ミズーリ州出身のハリー・エストルーマン元大統領の名を監視、ハリー・トルーマンスポーツコンプレックスとなった。1984年、ジャクソン軍スポーツ複合施設機構は再び、ドーム球場建設を提案したが、不必要と判断され、その後現在まで変わらぬ姿を保っている。1996年に、 MLS が設立されると、カンザスシティウィザーズの本拠地にもなったが、2012年以降、ウィザーズは、ライブストロングスポーティングパークでプレーしている。ありがとうございます。